では、宮永ヘッドコーチに続いて、西川選手にお越しいただきました。ワンシーズンお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、今回は、西川選手にですね、佐賀に加入してからのちょっとお話と、プレーオフまでの、お話を簡単にお伺いしていきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。この、テーマでお話をさせていただくきっかけになりましたのが、宮永さんの方に以前インタビューをさせていただいたときに、佐賀で一緒にやろうと。で、宮永ヘッドコーチは、東海大四、北海道の、札幌の東海大四の、先輩に当たる、方でというところが、まあ前提にあるのかなと思うんですけれども、実際佐賀に加入したときにですね、こう宮永さんにどんなお声掛けをいただいたのかっていうのを、どんなお話をしたのかっていうのを可能な限りで教えていただけたらなと思うんですけども。そうですね、僕がその前のチームを退団することになって、まあ、その後のことが何も決まってない状態で、まあ、自分がプレーできるのかどうかも全くわからない状況だったんですけど、まあ、その時に、まあ、宮永さんから電話をいただいて、まあ、この後どうするのっていうようなことをまず聞かれて、いや何も決まってないですっていうような話をして、それで、まあ、結構いろいろバスケットの話とか、まあ、いろんな話をして、まあ、よかったらうちでやらないかっていうふうに言っていただいて、で僕も、もう何も決まっていなかったので、もうぜひチャンスをいただけるならください、もうやらせてくださいっていうようなことを、はい、言いました。実際その前に宮永さんと面識はまあ先輩後輩だったと思うので、あったりはしたんですかね。北海道の時に一緒に、あ、はい、そっか、半年ぐらいだったと思うんですけど、一緒にプレーさせていただいたので、まあ、そこでつながりがあったのと、そんなに普段からメールとかをするような中ではなかったんですけど、まあ、たまたまというか連絡をいただいて、まあ、こういうきっかけをいただきました。はい。実際連絡こう来たときびっくりしました。じゃあ LINE の電話でいただいたので、その、ま、名前が表示されたときに、はい、何かの間違いかなと思って、はい、じゃあ実際そこから、まあ、佐賀に加入されてっていうところですけども、シーズン途中から加入する難しさみたいなのっていうのもあるとは思うんですけれども、はい、こうどういうふうにこうチームに入っていったりとか、こう逆に西川選手を意識したところとかってあったりしますかね。やっぱりバスケット的なところで言うと1ヶ月ぐらいもう実戦から遠ざかっていたので、まあ、個人練習はやっていたんですけど、その対人っていうのは一切できていなかったので、まあ、そこのなんかバスケット感というかゲーム感みたいなものがもうほぼゼロみたいな感じだったので、まあ、そこがまず一つ大変で、まあ、そのチームにその溶け込むっていう部分では宮永さんにはもう気にしないで思いっきりやってくれっていう風に言っていただいたので、まあ、そこはもうとにかくコートに立った全力でやろうっていう風に思ったので、まあ、そこは思いっきりできたのと、そのチームメイトに関してはもう本当になんかもう気さくにというか、はい、本当に仲のいいメンバーだったので、まあ、そこも、はい、自分が溶け込むのにすごい時間がかからなかったというか、非常に、まあ、みんなも迎え入れてくれたのですごい助かりました。あまりこう対人練習をしてない中で入った、まあ、加入したクラブっていうのが非常にインテンシティの高いチームだったと思うんですけども、はい、そこは、まあ、シーズン終わったから聞きますけど、正直最初しんどかったですか？いや最初なんか試合の途中にもうちょっと意識飛ぶんじゃないかなっていうぐらいきつかったですね。なるほど、ね。いや、そうですね。あれだけ走ってオルゴードプレスしてるっていうのは、まあ、その当時は多分、はい、全部じゃなかったっていう、後半戦とはちょっと違う形で、ポイントポイントでオルゴードプレスを仕掛けたと思うんですけど、はい、かなり走りますよね。はい、かなりしんどかったですね。西川選手はこう加入してから、宮永ヘッドコーチも言ってたんですけども、まあ、ハンドラーの起点になるポイントと、シュートの、まあ、オフサイドシュート、まあ、あとはオフェンスの部分でのアタックもできるポイントっていうのが完全に一つ増えたっていうところでのバリエーションが増えたっていうところは、すごく
構良かったポイントとしてヘッドコーチも挙げてたんですけれども、こうプレーとして意識してたところってありますかね。ん、最初はまあ、佐賀の映像とかを見て、ガルシアとギャレット・サズがいたので、はいはい、まあ、ガルシアがアタックしたときにそのディフェンスがかなり寄るので、まあ、そこでオープンになったときにしっかりシュート打って決めようっていうふうに、まあ、シンプルにそれを考えてやっていて、うん、まあ、ギャレットも、まあ、ポストの1対1がかなり強かったので、まあ、しっかりそこにボールを預けてディフェンスが寄ったら、まあ、カッティングだったりアウトサイドだったりで、まあ、スコアできたらいいなっていうふうに思っていて、あんまりなんかハンドラーになろうとかっていう意識は正直最初なかったですね。じゃあまあ、キックアウトで来るボールに対してしっかりショットに準備をしようとか、そういうポストにヒットさせる時の、はい、まあ、ウィンからのエントリーみたいなところにうまく入ってこうみたいな感じが強かった、ね、そうですね、最初はそこできたらいいのかなっていうふうに思ってたので、はい、まあ、そこから、まあ、怪我人がいろいろ出てしまって、まあ、西田選手も おそらくいろいろ痛みを抱えている部分もあると思うんですけども、テビングとか見てもっていう中で、日本人で得点をしていくっていうところの多分責務を与えられてたのかなと思うんですけれども、はい、その辺の変化みたいなのっていうのは宮永ヘッドコーチと何か話したとかっていうのはあったりしますか。やっぱりガルシア選手が離脱したときに、そのチームのなんていうんですかね、まあ、攻撃の起点といいますか、その部分が一つ失われてしまったので、まあ、より自分がアグレッシブになって攻めなきゃいけないなっていうふうにすごい感じてましたし、まあ、その宮永さんにももうとにかくハイピックだったりとかそういうのを使ってどんどん、まあ、アタックしてクリエイトしてほしいっていうふうに指示は受けていたので、まあ、レイがいない分より一層、まあ、やらなきゃなっていう思いはありました。その中で次は隅田君が加入してくるんですけども、はい、彼は西川選手から見てどうですかね。白鴎大学でインカレ優勝して地元選手として入ってきましたけど、はい、やっぱり上手いですか。いや、上手いですね。あんなにルーキーで、まあ、スコアしたりピックで崩したりとかできるっていうのはやっぱりなかなかできないんじゃないかなと思うので、まあ、あれだけもできるので本当に素晴らしいなっていうふうに思います、うん、僕ちょうど東京 Z 戦を見に行かせていただいたというか取材に行かせていただいたんですけれども、はい、こうあの辺ちょっと連敗が続いたじゃないですか、はい、あの辺はこうチームとか西川選手個人で何かこうもうちょっとこうしていかなきゃいけないなみたいなことって考えたりとかしてましたかね。そう、ちょうど多分ガルシアが怪我して、うん、多分 1,2 週間目ぐらいで僕らもそのなんていうんですか、その抜けた後のうまいことカバーができてないような状況のまま試合をしていたっていうか、なんていうんですかね、やっぱ抜けた分の穴をどうカバーしていいかあんまりみんながまだ理解できてなかったというか、うん、その次の策が見つかってないという、はい、そうですね、そこがしかもあれでしたよね、結構ポンポンポンって遠征でまた飛んで多分練習ができないような状況で動いてるっていう時期だったので、はいはい、非常にあそこが結構今シーズン一番しんどい時期だったと思うので、いやーですよね、はい、4連敗ぐらい5連敗かな多分してしまって、結構マスフレさんが僕の中でも一番きつかったなって今やっぱり思ってますね。マスフレもすごい対策をしてきて、なんかすごい試合やってて一戦目勝ったんですけど、なんかこう、うん、あんまり気持ちのいい勝ちじゃなかったというか、なんかギリギリ勝ったなみたいな感じで、まあ、2戦目負けてちょっとなんか、まあ、僕らの中でもどうしたらいいんだみたいなような感じはありましたね。その時はこう選手で何か話し合ったりとか、はい、まあ、個人で考えたりとかっていうのってあったりしました。初日勝って次の2日目のゲームの朝に、まあ、選手でまずミーティングをして、試合のスケジュールもタフだったので、そのみんなのメンタルがちょっと落ちかけてたところで石谷選手がミーティングをしようって言ってくれて、まあ、各々、まあ、きついとは思うんですけど、そのやっぱ一人一人が支え合ってここは乗り越えないといけないので、まあ、プレーオフに行くためにも大事な部分だったので、まあ、そういう話をして、まあ、個人的にはレイがいないしガルシアがいないし、まあ、よりアグレッシブにプレーしなきゃいけないっていうのはずっとその時から思ってました。なるほどですね。その後は、まあ5連敗挟んでからの、まあ、連勝といいますか勝利がどんどん続いていくっていうところでしたけれども、はい、その辺になってくると、まあ、接戦の
敗戦が多かったんでメンタル的にその後もしんどかったと思いますけど、はい、その1本入ってればとか自分のショットが決めてればみたいな多分試合がどんどん続いたと思うので、その後はちょっとこうプレーオフに向けて気持ちが上がってきたりとかっていうか、そういうこうチームが成熟してきた感じを僕は感じるんですけども、やってる選手としてはその辺は最後の3月末から4月ですかね、はどんな印象でしたかね。西宮戦のアウェイの2日目に勝って連敗が止まって、うん、なんかそこでなんかみんな自信がついたというか、なんかしっかりやればというか、その自分たちの形を作れれば勝てるんだっていうような、なんか自信がついたんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、その後、まあ、FE に1勝1敗で勝てたりとか、うん、何が変わったって言われるとちょっと難しいんですけど、なんかみんなが自信を持ってプレーできるようになったと思うので、まあ、あの連敗が止まった試合っていうのが一つポイントだったのかなと思います。それでプレーオフに出場して、最後8位で抜け、そこにトーナメントに出場することになりましたけども、プレーオフに出たことによって西川選手がこう感じたこととかっていうのはあれば聞きたいなってちょっと今回思ったんですけど。はい、そうですね、まあ、やっぱり、まあ、勝てば昇格できるかもしれないっていう、で負ければもうそこで全てが終わってしまうっていう状況で、まあ、本当に、なんてもう言葉で言えない、なんかプレッシャーがやっぱりすごいあって、すごいその、まあ、ピリピリ感というか、まあ、本当になんかプレーオフならではというか、プレーオフでしかないもうなんかその空気みたいなのがあったので、あれはなんかもう行かないとわからないというか、うん、はい、まあ、B1 でプレーされてて B2 の佐賀に来て、はい、昇格を争うっていうのって西川選手も初めてじゃないですか、はい、西川選手にとっても経験があるとはいえ、こう初めての体験っていうのはやっぱりこう得られるものというか、こう見えてくるものって全然違いました。やっぱりそうですね、 B1 のプレーオフとその B2 のプレーオフっていうのはやっぱり意味合いみたいなものがやっぱり少し違っていて、うん、やっぱり B2 のチームってどこもその B1 でプレーするためというか上がりたいと思って戦ってると思うので、うん、なんかそれがやっぱり2敗してしまうともう一気にまたゼロに戻ってしまうので、うん、なんかそのなんか恐怖心というか、なんかそういうなんか B1 のプレーオフとまた別のプレッシャーみたいなのがやっぱあるのかなっていうふうに思いました。なるほどですね、はい、確かに。じゃあ最後の質問ですけど、佐賀での、まあ、途中からの加入になりましたけ ど、 こうどバスケットボールどうでした今シーズン。自分のこう楽しかったですか。はい、楽しかったですね、はい、こうなんかいろんなプレーが、まあ、できるプレイヤーなので、僕もまあ同郷の人間としてずっと見てた選手でもあるので、すごくこう多彩なプレーを、こう言い方失礼ですけど、久々にこういろんなところでプレーをする西川選手を見たのも僕も嬉しかったなというのはあるんですけども、はい、西川選手としては今シーズンちょっと振り返ってみて、全体的にどんな印象を持ちましたか。そうですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、なんか一番こう、まあ 久しぶりにその自分のなんかいい部分というか、その自分らしいプレーができたシーズンでもあり、まあ、もう本当に純粋にバスケットを楽しむことができたシーズンだったなっていうふうに今は思ってます。本当に、ワンシーズン、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ということでちょっと次のお話に移りたいなと思うんですけども、はい、ぜひ北海道出身同士ということで、かつ東海第四出身ということですね、ぜひ東海第四のエピソードと、西川選手が選ぶ東海第四出身のベスト5っていうのを伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、